こんにちは。こんにちは。こんにちは。傘の妖怪でーす。傘の妖怪より、まずあっちのビジュアルを指摘せんとまずいだろ。あれはただの妖怪ですよ。じゃあ挨拶しときましょうか。はい。え、こんにちは、翔です。バーチャー2期、イケメンだよということで2期です。こんにちは、ニッチャです。どうもこんにちは、ギャルです。はい。というわけで、はい。まあ今夏休みってことで、はい。後ろなんかやってるな。絶対に後ろなんかやってんな、お前ら。夏休みに入ったじゃないですか。はいはいはい。ちょっと夏らしいちょっと企画を一個やろうじゃないかということで、はい、現在心霊スポットに向かってます。心霊スポット、はい。どこかっていうのはまたちょっとついてから紹介するんで今どこですとは言わないんですけど、はいはい、ここから1時間半かけてちょっと心霊スポットに行ってメインイベントはそこでいろいろやることが決まってるんですけど、なるほどなるほど。今からですねちょっとミニゲームをしようかなと思いました。社内ミニゲーム、もう先に言っておきます。今からミニゲームをして負けた人、負けた人、はい、罰ゲームとなっておりまして、はい、1人で向こうの心霊スポットにある家みたいなところを一人で探索してもらいます。やだー。おもっ。で、まあ、早速ですねミニゲームを発表します。これ大丈夫ってねえんじゃない。はい、カタカナ禁止縛りです。なるほど。何喋るときに、はい、はい、今からいろいろまあお互い会話をしていくんですけど一切カタカナを使わないでください。カタカナを使いたいときはそれを日本語で言い換えてください。カタカナすぐ多分みんな言っちゃうくない？いやいや言わないよ。俺なんか普通にあの普段動画でも見てもらったら分かると思うんだけど、うん、カタカナ使ったことないんだよ。お前名前言ってからもうカタカナやっと。あっちゃー、あっちゃー、あいやー、あっちゃー。そう、後ろのテンションがね、ここの画面から名前は一旦公平にして3回カタカナ一番最初に言ったやつが負ける。なるほどね。なるほど。それが一番分かりやすい。よし、ワンチャンその自分以外を一人地獄に突き落とすチャンスやから。結構ちゃんと罰ゲーム重いので。重いっていうかなんか乗るよね帰り道。今日助手席空いてるけど一人分持って帰ってこれる。小話はさておき早速ですねカタカナ禁止縛りを始めていきたいと思います。はい、スタートです。めちゃくちゃ今日意気込みは今日の意気込み、はい、でも俺心霊場所とか結構心霊場所、心霊地ね、結構その怖い、うん、怖いこう遊び実況結構好きじゃないですか。怖い遊び実況。闇の遊戯ね。闇の遊戯、はい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 、心霊遊戯ね。結構あなた体勢あると思うんだけど二次元心霊遊戯ね。いい意味で、はい、それ怖いもの俺怖いものないかも。本当にリートさんね、以前友人の動画投稿者のなんて言えばいいんでしょうね。あれ発信こうも喋りが落ちるみたいな。後座席組が結構そういうの苦手系かも。いや、そんなことないですよ。ほんまに変な関西弁やめえ。違う、すまん。そうか、俺もちょっと待って、いや、待って、電子行ったもうスマまで言ったらもうアウト。いや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 、はいはいはい、これインタータイムで裁判長です。スマまで行ったんですね。はい、じゃあこれをレッチに例えて話しましょう。なんで？で、スマってことはお前先っちょまで入ってんの？入ってる。じゃあそれはエッチですか、エッチじゃないですかって言われたらエッチ。ね、はい。おい悔しいけど超わかりやすい例えだった。これ一歩先に進んじゃってるから結構守りに入ってる。正直その俺らとしてはその盛り上がらなかろうが、うん、まあ、関係ないから黙っとけばいいよ。そこは頼むって。それからまあちょっともう一個。どんどんこっちに行く。いやそうだよね。何ですか？いやコンテンツ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 の電子機器寄ってくる。はいはいはい。じゃあこのタイムいいですか？あなたカメラって言いましたよ。あーめっちゃどうじゃなくてズボッて言いました。やばい、今日はキャメロンくんかな。ほらほらほら、もっと喋らせないと負けちゃうよちなみになんですけど好きな女性の方ってリーチョさんなんかあります？何方って、どういうこと？ちょっと待って、バカすぎて伝わらない。動画的にこれ伝わらなきゃ言っていい？言っていいよ。言っていい？リーチョさんの好きな女性のタイプだそう。あ、はい。違う、さっきのエッチ引っ張られすぎ。好みの女性はどんな人ですかっていうのを彼は聞いて。あ、でもなんかその大人の余裕がある人とかがいい。例えばどういうところでというか。でも割とそのなんか引っ張ってほしいから
テレトン。今みたいにさ、はいはい、なんか絶対に言わせようと思ったらさ、言わんやん。何気ない会話でファッと出すみたいなさ、そう。自分も意識してない時に出すみたいな。いや、ファッて今ちょっとおかしい。ファッて見ましたか。それは何？ひらがなのファッて。何が真偽かね。あれ、ニキ今日動画出すんやんね。動画投稿予定でございます。俺とニキニキも朝からさ、うわー間に合わねえっつって、2人とずっと編集して。今日一日外で撮影だから体力大丈夫かなとか心配しつつな感じで。キャメ今日寝てきたんちゃんと。え？ガス検診所。なかなかにみんなしぶといな。じゃあこれ俺から言っていい？うん、もうなんか2位になった人でいいんじゃない？あ、オッケーオッケー、じゃあそうしましょう。我とキャメがあと1個で負けっていう。わかった、じゃあそれでいきましょう。しりとりとかやると。あ、やりますか。うわむずい。これから時計回りでいいんじゃないですか。わかりました。これからいきます。はい、今日のあれに違うんで、じゃあ埼玉県で。ちょ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 珍しいね、そんな言葉が。一番エンドウィーの俺のことなんやと思って。ようでてきた。お前ら友達ちゃうんか。チカカラスじゃあ酢酸っぱいやつね。そうそうそう、ギリギリですけど。じゃあ行きましょう。スイカ、カメ、目目お前らさ、押し返ししといてよ。言ったの。マダラ。うわぁ、いや、ラむずいぜ。頑張ってくれ。あれ頑張ってくれ。出てこないか。あれ、こうお前の後ろにいるやつを負けさせたいと思う。落雷。おぉ、はい、え、いいですか。はい、椅子。本当に負けたくないんだろうな。何も思わない。僕ですか。椅子。椅子ってでもあるよ。あるね、いっぱいあるよ。これキャラクター名とか、キャラクター名とか、キャラクター名とか、キャラクター名とかある。あ、あ、めっちゃ嬉しそうなんだけど。ということでゲームセット。罰ゲームは、はい、キャメさんに決定。ラッキー、はい、おめでとう。ラッキー。めっちゃハッピーだわ。というわけでじゃあね、ここからは一旦埼玉の目的地に着いてからのシーンになると思うので、ジャンプしてやる、はい、なんかやるみたいなやつやろう。こういうことやったらジャンプした寝る部分ね。ということで、はい、では目的地の方にジャンプしたいと思います、はい、せーの。はい、ということで、はい、近くまでやってまいりました。そのもう多分動画だとあんだけワーキャーワーキャー車の中でカタカナ禁止ゲームやった次にむちゃくちゃ顔の疲れた4人が並ぶっていう、はい、ここに来るまで40分ぐらい歩きましたね。湿気で髪型がもう助けてくれ。ちょっとこれいじっていいのか本当に。助けてくれ。あとリーチお前ちょっとせめて前を見てくれ。お前ずっと下に来るから。はい、山もいいよ。これからよ。で、ここどこに来てるかっていうと、はい、埼玉県の秩父にある竹集落というところに来てます。竹集落。竹集落。はい。竹集落。ホラーゲームサイレンに出てくる羽生田村のモデルとなった山奥の廃村であり、謎の光や人の叫び声が聞こえるという証言が後を絶たない。1955年頃までは実際に10軒の家に村人が住んでいたが、一家殺害事件が起こり住民たちが引っ越していったという噂が存在する。また2013年には実際に自殺目的で放火事件が起きており、関東では有名な曰く付きのスポットとなっている。なるほど。いやでもね、ここまで来てわかる。あの一目にもう楽に殺してほしい。汗かきすぎじゃない。とりあえず一旦今からですね、竹集落の方に歩いて向かいたいと思います。はい、はい、先もこれもやじゃなくて霧なんよね。そうだね。そうだね。お前疲れてるだろピンク。お前おいおい切ろ。お前ら、お前だけ、お前だけ顔がガチなんだ。お前だけ不安そうな顔なんだよ。不安だろそりゃ。これから一人で入るんだよ俺は。おい、ね、めっちゃ暗くなってきたな。ほんでバーン。はい、お疲れ。
どうも、しきお兄さんからでした。やっほー。なんとお前これ比重が悪い。俺の今日はもうみんなね、しゃあない。全然夏真っ盛りなのに、なぜか今日だけあのむちゃくちゃ霧が出てどんよりしてるんで、めちゃくちゃ人に見えた。あれうわっ、ダメでした。全然本拠地ついてないのに潰し合いが。俺ねわ お前それは死ぬ。わびっくりとかじゃないよ。ちょっと崖だから。驚かしいなよお前。こっちですか。うわ、これ完全にここが入り口です。あ、え、ここからがあの集落ですね。なるほど。到着したんだけど、あの、うん、奥にもね、お墓とか見えるんだよね、ここから。あそこほら、ほら、あそこ見えるか、お墓があるんだよね。うわ、ちょっとなんかまずい、まずいものが。おお、でもなんかすげえ。今目開いた。目開いてるね。こいつ、え、こいつ。そう、目開いてるな。うん。シンプルビン。これ気をつけてね。結構割と転ぶ。足元気をつけてね。なぜかリーチョが山口だからねって言ったのに、厚底で来やがったから。ちなみに、キャメン今日靴何に来たの？これドクターマーチ。舐めるなよ。え、これ怖い。崩れそう。怖い。え、揺れる、この足。ちっちゃい足。やばい、これ知るよ。え、しかも結構ね、あの重量オーバーで壊れるかも。よかったら痩せといて。この足。本当だ、死んでるね。やばい。バカなの？バカなんだ。バカ。はい、どうもこんにちは。はい、ということで、心霊怪奇現象シスターズ、カッパの肉と妖怪ハゲ野郎の俺はさ、すごくない感じ。やばいよ。無事が終わってる二人です。はい、取り残されております。ゆら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 僕の心。ゆら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 僕の心。え、山びこしてみていい？やっほー。俺も山びこしていい？いいよ。風に吹かれてこっからの絵だとすごいもん。なんか普通に山探索してる。山だもん。普通に登山。キノコ狩りしてる人たちみたい。狩られる側の見た目してるやんけ、俺。怪我するじゃん。映せよ、お前。映せよ、お前。今、一斉一斉ボケしたよ、もう一斉ボケ、お前。怖っ。なんか、水詰まってるボケ。え、ほんとだ。え、これ、住んでるとかあります？ナイス、ナイス。確実に廃墟ですね。まあ、これは廃墟やんな。え、てか、これこそまさにあれじゃない？放火された家とかじゃない？でも、なんか、ちょっと燃えてる感あるよね。一人で行ってもらおう。不思議くなるわ。本当だね。本当だね。うわっ！はい、驚いたね。え？絶対にビクッてしたね、今ね。よしよし。取ってた？いや、落ちてなくない？ここ抜いてますよ。あー、ビビった。絶対系、山の。サブカル。これサブカルって言っていいのかな。サブカルに失礼なんじゃないのかな。サブカルチャーじゃないよ。そうだよ。メインホラーだよね。え、そう。リーチョ、どうした？今、うん。動いた。本当に？え、扉の中動いた。わかんない、風かもしれんけど。入れる？え、なんで？入れる？一回開けてみ。一回開けてみ。え、なんで？いや、わかんない。風だと思うんだけど、ちょっと動いたの。中は何あるか見てやってんの、とりあえず。そう。ここ？そう。え、じゃあそれでは。なんだろう、トイレみたいなところに入りたいと思います。わっ何千人か離脱したで今。トイレ、普通にトイレ。ほら、え、でもこんな賽銭箱みたいのが。あー、でも雰囲気ありますね。うわ、気持ち悪いっすね。なんか気持ち悪くない？うわー、なんか気持ち悪い。あー、うわー、再生もありますよ。なんで？なんだろう？めっちゃ今鳥肌立った。なんか変ですよね。いやーな、なんか。あー、でもなんか、違うな。何ここ。てかこの先やばい、霧。めっちゃ霧出てきてる。霧ちょっと見えるかな、これ。霧が。動かなくなっちゃったね。体力なさすぎ。お前どんな格好してんのお前。お前何も喋らんくなったよみんな。これは絶対そうでしょ。これはキャメさん、はい、キャメさん頑張って。え、俺これ行くの？うん。見えるかな。ね、すごいよね。罰ゲームをここで執行します。なるほど。ここで一人で一回レポートをしてきてください。わかりました。じゃあ行ってきます。はい、いってらっしゃい。行ってきます。じゃあね、行ってきます。明
か目立つね。なんかすごい目立つな。はい、行け。罰ゲームで一人で廃墟の中に来ているんですけど、これいつ崩れてもおかしくない。怖すぎ。え、待って待って待って、マジで怖い。これえ、これ本当怖すぎ。どうぞ失礼します。ごめんなさい。お邪魔します。お邪魔します。うわ、大きいテーブルとベッドがあります。めっちゃ広い。うわ、いつ崩れてもおかしくないからな。怖すぎる。畳ですね。これ床に音楽の教科書があります。しかも子供用の本かな。これはなんか子供のバイエルって書いてある。子供が住んでたのかな。そう、ピアノの楽譜とかがいっぱいある。よくも。これ、衣類っす。これ見てください。テーブルに、すごい古い、なんて言うんだろう、これ、お茶の、お茶を入れるやつ。コップもあるし、これ電話。もしもし？あ、ほんとだ。ほんとだ、広い。怖い、あいつ。おめえが怖えよ。怖すぎる。え、俺さ、ここに今。あ、これやばい。ここに今落ちかけたんだけど。これやばいね。え、これやばいって。これ人形っす。でも、その。しかも見て、これ首なし人形っすよ。2体首なしの人形が落ちてます。ここに見えるか。うわぁ、ほんまや。はい、ということで、はい、廃墟の中に入ってきたんですが、はい、ここで本日のメインイベントを行います。はい、なんでしょう。ここで今から4人で、はい、こっくりさんを行います。うわぁ、うまい。あの、ちゃんと用紙用意してきました。マジで言ってる。はい、うわガチだ。用意しました、ちゃんと。しっかりしてるやつだ。やば、はい。で、ちゃんとルール通りに行わないといけないので、やり方をじゃあ説明していきますね。はい。まず一つ目。はい。紙を囲み、はい。所定の位置に10円玉を置くと。なるほど。全員で人差し指を10円玉の上に置き、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はい、おすすめください。と話しかけると、10円玉が自動的に動き始めると。なわけ。聞きたいことを質問すると、その答えを10円玉が動いて示してくれます。なるほど。終わり方は、こっくりさん、こっくりさん、どうぞお戻りくださいとお願いをして、こっくりさんがはいと答えた後、10円玉が鳥居まで戻ってきたら、ありがとうございましたとお礼を言って終了します。はい、なるほど。ここから一番注意深く聞いてください。はい、注意点です。一つ目、一人でやってはいけない。なるほど。はい、ふざけ半分でやってはいけない。なるべく恐怖心や不安定な精神状態でやらない。10円玉に人差し指を置いて決して離さない。はい、途中で止めてはいけない。はい、こっくりさんが帰ってくれなくても帰るまでお願いをする。うちも車レンタルやから。分かってくれるやつやと言うんやけどね。で、文字盤はその日のうちに48個に細かく破り捨て、10円玉は3日以内に使うこと。なるほど。これがルールとなっています。なので、ちょっと今からこれルールを見ながらやっていこうと思うんですけど、はい、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はい、おすすめください。はい、言える？言えます。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。はい、もし、おいでになられましたら、はい、おすすめください。こっくりさん、こっくりさん。こっくりさん待ってるよ。こっくりさん普通に俺ら忙しいからさ。あの、すいません。はい。お前たちの方向からただなるの圧がこっち側にかかってるんですけど。なんか一人だけあの指の角度がつくみたいな。めちゃめちゃけど、力入って白なっとるやんけ、おい。こっくりさん空気読んでください。頼みますよ。もしおいでになられましたら、はい、おすすめください。おい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 、人差し指を置いて決して離さない。離すなって書いてあっただろお前。どうしていくんだ。あれあれおお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 
ふざけ半分でやってはいけない。一人ずつちょっと質問していっていいですよ。何でも答えてくれるらしいんで。オッケーオッケーオッケー。リーチョの経験人数を教えてください。はい。はい。はい、これどこだ？お？すげえ。いや、こっち。ふざけ半分でやってはいけない。おかしいだろって。なんかいや、これはおかしい。なんで別にコックリさんいんだよ。あー、でもやっぱコックリさん。お前話しすぎなんだよ、あと指。おい、指示すんな。ふざけるな。いい絵だ。おい、ふざけるな。いい絵だ。ふざけ半分でやってはいけない。千人切りか。えぐ。質問したい人から。じゃあ俺行こうか。じゃあ、はい、はいはい、リキさん。じゃあリーチョさんの。はい。俺なんだよ。初体験の年齢を教えてください。はい。うん、どこだ。カリってやった。おい、詰め詰め詰め。さあ、これ。お前、2本おかしいだろ。おい、なんでお前、2つ。なんでお前、これ見て、なんでお前、指が。これ軽い。うっさい。クソもんない、なんかあれになった。本当だよな。もう一回やりなって。コックリさん、そういうの来ねえから。次じゃ誰から行きたい？洗いざらい黒歴史博士よ、コックリさん。じゃあ、キャメさんの職場はどこだったんですか？お、なるほど。はい。おかしいだろって。あ、でも俺来た、俺来ない、俺来ない、俺来ない、カリカリする。5いい、ちっちっコックリさんの位置やって知ってたね。ちなみにコックリさんは何柄が好きですか？結構辛いの好きだ。いいよ、うん、この中に、はい、はい、人がいる。いますかってこと？はい、はい、いますか。おっと、なんかすごい、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 なんかもう、指の色すごいんだけど。どこだ、これ。お前、プルプルしてんじゃねえかよ。これ何行きだ、これ。ああ。おい、いる。カメさんそうなんや。いや、違う。おっと、あ、動いて、あ、いや、まだ続きがあるぞ。なんだ？はい。はい。はい。う？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 そう。嘘？そんもな。これ誰？これボケたのはコックリさん？これボケたのはコックリさん。これはまあ、コックリさんがボケたんじゃない？これはコックリさん。やめろ。面白くないぞ。この後死ぬ人はいますか？誰だ？今回、すごい勢い、コックリさん。え、ちなみにそれは誰ですか？誰だ？誰だ？スムーズだね。うん、スムーズだ。いや、あれ？違う。何がおもろいこれ。白先生がこの前ディズニーに行っていた人の名前を教えてください。なんか無言のやつがするんだけど。誰と言ったの？え、誰だ？これアンミカさんと出会ったわ。ディズニーって何200種類あんねん。ないやろ。コックさん、もじもじしないの。帰らせてあげようぜ。はい、帰らせます。じゃあほら。はい、じゃあ行きますよ。どうぞお戻りくださいね。見送りだけはちゃんとやろう。で、はいと答えた後、鳥居に戻るらしいです。はい。行きますよ。うん。コックリさん、コックリさん、どうぞお戻りください。え？あれ？あ？あれ？あれ？千って何？千ってなんだよ。コックリさん、なんかその、なんか我々にしてほしいことがあるんですね。おー、すごい。はい。何してほしいんだろう。何してほしいんだろう。おー。おー。おー。
もちどちょっとムラムラしてる。こいつ終電逃してるぞ。終電とかあるの？帰れねえぞこいつも。え、もしかしてコックリさん、コックリさんの本名って何ですか？あー。あー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 あ、はい。ああ、終わった。またねー。またねー。またねー。バイバーイ。はい。はい。いや、怖かった、ね。いやー、怖かったなー。俺、これもね、ちゃんと処分しなきゃいけない。48等分しなきゃいけない。そう。家でやるわ、それは。うん。おいよ、話聞いてたらしい。はい、というわけで、一通り竹集落を回ってきました。はい、はい、今の道歩きすぎて、俺、両足今、プルプルなんだよ。わかんない。でも、ちょっと夏らしい企画を、一本取れたのではないかなと、はい、と思います。そうですね。気になる人はぜひ。アンミカによろしくお願いします。そうですね。そうですね。我々のところに訪れたアンミカさん、はい、次は、あなたの元に訪れるかもしれません。はい。はい。はい、いいんじゃないかな。はいバーイ。そんな締め方あるの？はい。はい。はい。バーイ。